英国スコットランド西部にあるアーガイル森林公園の地図アーガイル森林公園は英国スコットランドのハイランド地方アーガイルビュートのコーアル半島にある森林公園である。1935年に設立され英国で最初に作られた森林公園であった。この公園はホレストリーランドスコットランドによって管理されており 総面積は211平方キロメートルである。南のホーリー・ロッホから北のアロチャー、アルプスまで公園には高い峰から淡水、または海水の湖まで様々な風景がある。森林公園の多くは2002年に設立されたローモンド湖トロサックス国立公園の中にあるが、コーアル半島のコーララックとアーダインの森林は、 国立公園の境界から外れていても森林公園内には含まれている。フォレストリーランドスコットランド管理所は次の場所でトレイルをハイライトしている。ありがとうございます。